こんばんは。もうこんな時間になってしまいました。もう寝る時間がほとんどなくなっちゃったんですけど、ですね、毎回同じことばっかり、ワンパターンのことばっかり言ってて申し訳ないんですけど、人は今しか生きられないんですよ。だから悩みとか愚痴とか言ってもね、マイナス思考言っても始まらないです。大体ね、人の悩み相談受けてて本当に申し訳ないですけど、人の悩み聞いててプラスになったこと一回もないですね。足しになる話聞こえたことないでしょ。人の悩みでなんかいい話聞いたなってことはあります？ないでしょ。人の悩み聞いてて、ああいい話だったなっていうの一回もないです。それなんでかって言うと、悩みっていうのはもうこれ自分でどうにもできないことは悩んでもどうしようもないんですよ。自分でどうにかできないから悩んじゃうんでしょ。どうにもできないから、どうにかできることだったら悩む必要はないですから、どうにかすればいいわけですよ。で、どんなに過去が素晴らしくてもですよ、未来がどんなに可能性があっても今日しか生きられないっていうことなんですよ。どんなにあがいたって今日しか生きられないです。で、こうやって言う人いるんですよ。よくお前そんな生き方してると将来泣くぞって。は？今が未来につながってるんですよ。だから今が大事なんですよ。今こういう生き方してるから未来につながってるんですよ。何言ってんすか。だから皆さん、自分の生き方、自分の価値観を信じて、自分の価値観を高めていかなきゃダメですよ。低い価値観でそれ信じたらどうしようもないから。とにかく価値観を高めていくこと、人生は一生勉強です。そして人との出会いですごく成長できます。今日も素晴らしい方とまた再会できました。ガンズの社長さんです。もうこれ、インドから来て、日本でもうお店だけで8店舗。やって、その他に会社と車屋さんでまた4店舗って言ったっけ、何店舗だったか聞いてね。とにかくすごいです。でこの間までライオンズクラブの会長をやってたってもんだ。外国人の方がですよ、インドから来てですよ、日本でですよ、日本人にみんなに担がれてライオンズクラブの会長やるってどれだけすごい人。その人がですよ、まあ、昔から知ってるんですよ。僕よくレストラン食べに行ってたんで、ガンズの社長さんのところで、まあね、ガンズの社長さんも僕変わってるんで、話しかけてくれてよくお話ししてたんでね、まあ、奥様もよく知ってるんですよ。で、そういう、なんだろうな、ご縁があったんでしょうね。で、僕の先輩のトールちゃんが、まあ、ガンズのその社長さんと、まあ、付き合いがあるっていうことで、残念会やろうっていうことで、呼んでいただいて、あと、なんだ、ハトレース協会の会長さん、もう素晴らしい方たちとみんなと、武井会長って言うんですけど、ハトレースの、まあ、これ見ててくれるのかな、ありがとうございます。もう本当に皆さんに応援されて、次は絶対トップ当選取れるような、男になれるような、皆さんに応援してもらえるような、今回ね、応援してくれる人が本当に少なかったんで、もう鼻で笑われて終わったんですけど、鼻息で飛ばされたような男なんですけど、次はもう鼻息じゃ飛ばないようにね、自分の鼻息でジャンプするぐらいの、自分の鼻息で飛ぶぐらいの男になりますから、次は。人の鼻息で飛ばされちゃったの、ヒュンつって飛ばされちゃったんで、離婚しますって、ヒュンつって、ピュって飛んじゃったんで、次は俺ら自分の鼻息で飛びますから、ブワーブワージェットイン、ブワーブワーブワーでも55だよ、もうすぐ。4月4日で55歳なのにこんなことやってんだよ、夜中に。どうする？どうする？頭おかしいと思われるかな、もう。まあ普通です。真剣につくば未来史を考えてます。真剣に日本のことも考えてます。真剣につくば未来史から、この日本を本気で明るくしたいんですよ、僕は。本当に明るくしたいんです。日本を変えたいんです。地球を明るくするために私は生まれてきたんです。本当だよ。嘘ついてもしょうがないですんで、けけなか平蔵さんとかいろんな方が毎日コメントくれて、宝さんとか本当にありがとうございます。あと深谷さんとか、本当に感謝しかないな、みんなに。もう200人超えたんですよ。それびっくりしちゃった。ねえ、行ったり来たりしてから面白いんだけど。数字150人ぐらいの時実は気にしてて、うちの弟子に気にした方がいいですよって言われて、そうだねっつって、それ以降気にしないことをしたんですよ。
あのでもそれも面白いですよ、でも見ててなかなかに、あ、いなくなったとかって、逃げやがったみたいな、これ書のねえやつめみたいなね、鍛錬が足りねえなー、出会いは修行なのになーと思って、まあ全てあの出会いはし、あのもうご縁だと思ってます。もう本当にありがとうございます、登録ありがとうございます。皆様が楽しめる、元気になれるように、まあ、大したことはあの話してないですけど、波動は伝わるんで、波動大事ですよ。人はみんなね、周波数です、波動が大事なんです。だから僕の波動はね高いんで、周波数めっちゃ高いんで、これを見ただけで実は波動がね、よく言われるんですよ、元気になったよ、いや見て元気になるよ、ありがとうございます。そりゃそうですよ、僕元気病ですから映ってんですよ、コロナウイルスよりすごいですから、俺のは感染力が致死率 100% ですよ、誰でも全員死にますから、俺らは致死率 100%、 誰でも死ぬんだよ、誰でも死に向かってあの生きてます。だから死ぬ時までは笑いながら、もう何を悩んだって変わりませんから、あのだから人生を豊かにするのは発想力と人とのつながりです、それしかありません、人との出会い、だから発想力、だ同じところに位置に立ってても方向を変えると景色が変わるんです。だから発想でいくらでも悩みなんか変わるんですよ、どうしようどうしようってのは悩むんですよ、どうしようってなったらああしようこうしよう、発想力で味付けして味方にしてください。